バスウラリデンは、著述家、神秘家である。1942年、エジプトで、キリシャ聖教徒の家族のもとに生まれた。幼少の頃に二つの予言的な夢を見たと言い,い、また1985年より、イエス・キリストのビジョンを受けているという。彼女は受けたそのメッセージを、神のうちの真の命と呼ばれる本に表した。メッセージを記した107冊のノートは、 神の内の真の命シリーズとして12巻に分けられたが、現在では神の内の真の命として一冊の本にまとめられており、ボランティアの手によって42の言語に翻訳出版されている。1989年以来、バス裏は87カ国で1100回を超える講演を行っている。彼女は著作と講演旅行による出版印税、講演料、 あらゆる種類の報酬を一切受け取っていない。バスウラリデンは、エジプトに移住した、ギリシャ人の両親の娘として、1942年1月18日、カイロ郊外のヘリオポリスで生まれた。エジプトの学校に通い始め、15歳の時ヨーロッパに移住した。まだ若かった頃から、サタンによる恐ろしい悪夢を体験する。10歳から12歳の頃、 神秘的な体験をしており、その中にはイエス・キリストと霊的な結婚をするというものもあった。10代の間に何度か死者の霊魂たちが彼女を取り囲んでいるのを見たという。その後、彼女は宗教的な事柄に対し無関心になっていった。1966年11月、彼女はスイスのローザンヌ市のギリシャ正教の教会でルター派の 男性と民法上の結婚するが、後1980年11月にスウェーデンで離婚した。1981年6月、現在の夫、スウェーデン国教会神徒のペルリデンと民法上の結婚をする。1991年10月31日、ローザンヌ市のギリシャ正教会でこの結婚を、教会法上の正規のものとし、宗教的な結婚式を挙げる。 1971年と1976年に生まれた二人の息子を持つ。彼女は自身をギリシャ性教徒であると表明している。多言語を話すが、日常的には英語を使っている。1985年11月の終わり、バングラデシュに住んでいた頃、自分を死後の天使ダニエルだとする目に見えない存在がバス裏に接触してきたという。この存在は、 バス裏の手を取って動かし、言葉を書き絵を描くことで自分自身を表し、その最中でもバス裏は手を自分でコントロールすることができる。こういった方法でバス裏は英語でメッセージを受け取り始めた。この導きによる口述筆記は通常1日に4時間から6時間に及ぶ。掲示の当初、バス裏は自身に起きていることが本当に神からのものかどうか。 何度も疑いを抱いた。多くの司祭牧師から予言の神聖性を疑われ、悪魔による仕業だと告げられたからである。ある時、バスウラは、あるカトリックの司祭の前で掲示されるメッセージを書き下ろしてみせた。司祭の提案で、バスウラは、自分にメッセージを与える存在に、栄光は、父とこと精霊にと書いてくれるよう頼んだ。実際に、それが書かれると、司祭は、恐れ、 バス裏の腕を押さえた。すると死祭はバス裏の腕から電気のようなものが流れてくるのを感じ、バス裏に触れていることができなかったという。3ヶ月後、彼女は父なる神だとされる別の存在からの短い介入を経験する。守護の天使、ダニエルは彼女を清めの期間に服させ、その後イエス・キリストとされる存在が守護の天使にとって変わるようになる。 この存在はこれまでと同じくコミュニケーションのために口実筆記の方法を用い、そのメッセージは神の内の真の命と呼ばれた。時折、聖母マリア、大天使聖ミカエル、聖ピオ神父など他の者による介入も見られる。メッセージの内容は宗教的なものでカトリック教会と聖教会の教え、また聖書のテキストの復興といった種のもの。 主なテーマは次のようなものである。キリスト者の一致、教皇への忠実、マリアを神の母と信じ崇敬すること、生体へのキリストの現存を信じること、ロザリオを祈ること、清めの時が近づいていること、キリスト者の分裂に終止符を打ち、さらに諸宗教にまで及ぶ一致を確実なものと、するために、このメッセージを知らせること、特にバスーラは、キリスト者の真の一致を実現させるため力を、 入れてておりエキュメニカルな集会を幾度も開いているその反面、メッセージの中には、偽のエキュメニズムに対する警告もいくつか含まれている。1990年1月10日のメッセージで、キリスト者の一致が、間もなく、夜明けとともに訪れると書かれている。今日までに、書かれたものは42の言語に翻訳出版されている。バスーラはこれは、 チャネリングや高齢術による自動書記といった類のものではなく、メッセージの真の著者はイエス・キリストであるとしている。マルセイユの払い増しであるクリスチャン・カーティー・シは、バスウラの受け取っているものはヒエラティック体で書かれていると説明している。1995年、ローマ・カトリック教会は、この著作に対して、広告において否定的な見解を示し、 いくつかの否定的な要素と誤りを指摘した。しかしこの後、バスウラによる同省への要望により、新たに調査が行われ、バスウラはそのメッセージについて、また聖書と教会の聖なる伝統と、メッセージとの関連について、5つの質問に答えるよう求められた。この対話の最後、当時の振興協理省長官、H.E. ヨセフ・ラッツンガー長官は、年月日、付けで、 バスウラに否定的だった5つの司教会議に対して手紙を書き、バスウラリデンプ人は役立つ釈明を提示していますとした。後にこの通達が現在も有効か尋ねられたラッチンガー長官は状況は修正されたと発言した。2005年11月28日、神のうちの真の命は共同権による出版許可と無害証明という公式な教会による 証人の証明を享受している。これは、当該著作がカトリック教会の教えに照らして、信仰と道徳において反するところがないという、表彰である。ただしすべての司教に対する、ウィリアム・レバダ・スーキ教の書簡で、教理省は2007年1月25日に、公的な警告を発表している。1、ロシアが、主の変容の祝日に、共産主義から復活したこと。2、 9.11テロ事件。3.2004年12月26日に起きたマグニチュード9.2の地震。4. スマトラ島を襲った津波。5. 地球全体が1センチメートル揺れ動いて一瞬静止し、通常の地軸から外れた。島々は本来の位置から数メートル移動した。そのうちの一つは完全に消え去ったと思われたが、後に別の場所で再発見された。 5. ギリシャの経済的打撃。6. アメリカのミッドウェスト地域で隕石が目撃されたこと。7. アイスランドのエイアフィアットラヨークトル火山が噴火したこと。h t t p t l i g j p c h ルスラ h i l 1, <ッ> <player> <ッ> 1> <ッ>神のうちの真の命の掲示は、共同権による、出版許可と無害証明公式な協会による、 証人の証明を享受している。二教会の出版許可と無害証明は共同権の行使である。三教会はキリスト信徒が宗教的な受託をもって特に教皇と一致した主教によって行使される教会の共同権を遵守することを求めるものである。四教皇と一致し共同権を行使する一主教の教えによって 神の内の真の命の予言的刑事に対して認可の証明が授与され、それは今日も有効に存続する。ご共同権による神の内の真の命の予言的刑事への出版許可と無害証明の授与により、キリスト信徒は自分たちでこれらのメッセージを判断したり、公に非難したりすることを禁じられる。むしろ、すべてキリスト信徒は、 彼らの司教の信仰と道徳に関する判断に同意し、心からの宗教的な受諾をもって、その判断と共同権に忠実に従うゆえに、神のうちの真の命の予言的啓示は、この宗教的な受諾を、キリスト信徒から導き出すものである。http://tlig.jp://spirituality/en ddays/。 ありがとうございます。